ハービー・ハンコックは、アメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴ出身の、ジャズピアニスト、作曲家、編曲家、プロデューサー。1960年代以降から現在において、ジャズシーンをリードするジャズの第一人者であり、ストレートアヘッドジャズ、フュージョン、ジャズファンクなど多彩なジャズスタイルの最先端を、走っている。1960年プロとしてデビュー。 1963年から1968年までは、マイルス・デイビス・クインテットのメンバーとして活躍。1970年代以降もジャズ・ファンクの、ヘッド・ハンターズ・アコースティック・ジャズ人気を復活させた、VSOP ・クインテットの初作、ジャズ・ヒップ・ホップのアルバム、フューチャー・ショックなど、ジャズの新しい時代を切り開く、話題作を発表してきた。代表的な楽曲に、 ウォーターメロンマン、カンタロープアイランド、処女公開、ドルフィンダンスなど多くのジャズスタンダードのほか、ヒップホップとのクロスオーバーを図った楽曲、ロック・イットもある。ハンコックは1940年4月12日にアメリカ合衆国入りのイシューシカゴで生まれ、7歳でピアノレッスンを始めた。11歳の時にはシカゴ交響楽団と共演し、 クラシック音楽の世界に足を踏み入れている。ジャズの演奏を始めたのは高校時代である。オスカー・ピーターソンやビル・エヴァンスに影響を受けたと言われている。グリネル大学では音楽と電気工学を専攻。卒業後は両親と同居し郵便配達の仕事をしながらニューヨークのクラブやスタジオシーンで名を馳せる。コールマン・ホーキンスからの電話をきっかけとし、 1960年にドナルド・バードのクインテットでプロとしてのスタートを切る。さらにドナルド・バードからブルーノートレコードのアルフレッド・ライオンを紹介された。その後、2年間のセッションマンとして実績を重ね、21歳になった1962年にデクスター・ゴードンを迎えた作品、テイキンオフでデビュー。 この中に収録された、ウォーターメロンマンは1963年、モンゴ・サンタマリアによるカバーが、全米10位の大ヒットとなり、この作品で、ハンコックは、推しも押されぬ、ブルーノート新主流派の中心アーティストにのし上がった。その後、エリック・ドルフィーの下で活動し、映画、欲望などのサウンドトラックを発表した。1963年、 マイルス・デイビスのグループに抜擢され、1968年頃まで在籍する。脱退後も、マイルス・デイビスのセッションに随時参加し、マイルスのいくつかのアルバムにその足跡を残している。またこの頃、事故のアルバムとして、彼の代表作、処女公開や、スピーク・ライク・ア・チャイルドを発表した。1969年には、ブルーノートを離れ、 ワーナーブラザースレコードに移籍ファット・アルバート・ロトゥンダでは、同時期のマイルスと同様に大胆に、エレクトリック・サウンドを取り入れた。自作、ワンディッシュではさらに、アフリカの民族音楽、ポリリズムに傾倒し、自らも、スワヒリ5名で、アルバムタイトル同様の、ワンディッシュというニックネームを名乗る。1972年にコロンビアレコードに移籍また、 同年グリネル大学より名誉博士の称号を授与されている。1973年に問題作ヘッド・ハンターズを発表。本作は従来のジャズファンの枠を超えて反響を予備記録的に売り上げるとともに大きな名声を獲得したが、当時のジャズファンからはハービーも堕落したなど非難を受けることもあった。 エレクトリックピアノ、キーボードをもっぱら弾く彼に対する、もう、アコースティックピアノは弾けないんだろうとのやじに対し、舞台上でピアノを用意させて、演奏を披露、観客を納得させるなどという出来事もあった。1974年には、映画、狼よさらばの音楽を担当して、好評を博す。1975年6月25日に、ザ・ヘッドハンターズとして、広島で公演。 その後、原爆被爆者に捧げるとして、滞在先の広島市内で、ピアノに向かって、徹夜で作曲し、翌日、ピアノソロ曲、平和の街のために、を、広島市に寄贈した。1976年には、元マイルスグループの黄金のクインテットと称された、時期のメンバーを集めて、モダンジャズのグループ、VSOP クインテットを結成し世界中を、ツアーした。 1983年のアルバム、フューチャーショックでは、ヒップホップを大胆に導入。DJ スクラッチを取り入れたスタイルは、クラブミュージックの方向性を決定づけた。このアルバムは、ベーシスト兼プロデューサーであったビブラズウェルの、実験的な音楽アイデアをもとに制作された。またシングルカットされた、グランドミキサー、DST のスクラッチを取り入れた、ロックイットが、 世界中で大ブレイク。翌年のサウンドシステム1988年のパーフェクトマシーンといったアルバムにもラズウェルが関わり、同じ作風の作品を発表している。これ以降の電気サウンド作品についても例に漏れず、不定期ではあるが作品を発表している。1983年に初のグラミー賞となる。 ベスト R&B インストゥルメンタルパフォーマンス賞を受賞するなど、1980年代には3度グラミー賞を受賞。1985年にはベーシストのロン・カーターと共演したサントリー・ホワイトの CM がテレビ放映され話題となった。音楽監督を担当し自らも出演した映画ラウンド・ミッドナイトではアカデミー作曲賞を獲得している。 1990年代には、現代のポピュラーソングを鮮烈なシャズナンバーにした、アルバム、ザニュース・タンダード、アメリカが運んだ偉大なる、作曲家、ジョージ・ガーシュウィンの生誕100年にを記念した、ガーシュウィン・ワールドなどを発表。2001年には、マイルス・デービス、ジョン・コルトレーンの生誕75周年を記念して、マイケル・ブレッカー、ロイ・ハーグローブと、 ディレクションズ・イン・ミュージックというスペシャルプログラムを行い、トロント公演のライブ録音は2002年にライブアルバム、ディレクションズ・イン・ミュージック・マイルス・コルトレーン・トリビュートとして発売された。2003年からアジア最大級のジャズイベント、東京ジャズの総合プロデュースを担当。2004年に国立芸術基金、ジャズマスターズ賞を受賞。2008年の 第50回グラミー賞においては、リバー、ジョニー・ミッチェルへのオマージュが、同賞の主要4部門の一つである、最優秀アルバム賞を受賞している。ジャズミュージシャンの総合部門における、最優秀アルバム賞受賞は1964年の、スタン・ゲッツジョアン・ジルベルトの、ゲッツ・ジルベルト以来43年ぶりである。その他、1990年代には延べ5回。 2000年代には、延べ4回、2010年代には延べ2回、1983年の、初受賞から通算14回、グラミー賞を受賞している。2011年に、ユネスコ新全大使に就任。2014年には、名門ハーバード大学の2014年、チャールズ・エリオット・ノートン私学講義の特別教授として、連続講義を行った。2017年には、 俳優として映画バレリアン1000の惑星の救世主に出演している総科学会インターナショナルの会員である名優ウェイン・ショーターも総科学会インターナショナルの会員で共に池田大作と対談もしているこの対談を記録した本ジャズと仏法そして人生を語るも出版されている2007年に亡くなったマイケル・ブレッカーは死の6ヶ月前に 創価学会インターナショナルに入信し、ハンコックは、ウェイニ・ショーター、バスター・ウィリアムスとマイケルの息子サムラと共に、彼の追悼式に参列した。2003年2月20日、日本外国特派員協会にて、以下の発言をしている。私自身は決して、そういう人間にならないようにと願っています。自分は何でも知っていると信じ。 他の人たちの言うことに耳を貸すことを忘れてしまった人、年長者だというだけの理由で、年下の人たちよりも何でも知っていると思い込んでいる人、私は絶対にそういう人間にはなりたくありません。そこには非常に大きな誤りがあるんです。実際、私も教えるという機会に恵まれた時に経験したことですが、先生と呼ばれる人たちの多くが、 教える生徒たちよりも、むしろ教える自分の方が生徒たちから学ぶことの方が多いと証言していました。これはとても良いことだと思います。私は演奏するとき、一生懸命にならないように努力しています。演奏するときはただ、オープンな気持ちになりたいと思うだけです。そうすれば、何が起きてもオープンに受け入れられ進んで、その瞬間に起きていることの自然な流れの一部に、 なりたいと思うようになります。ドナルド・バード・マイルス・デイビス全作とも、コロンビアレコードからのリリース。その他、ありがとうございます。